どうも、エルザです。それでは、デトロイト、ビカムヒューマンやっていきたいと思います。ちょっとね、デッドバイデイライトと言いそうになったんですけど、デトロイトですね。はい、前回が、ハンクというタイトルの章をしまして、まあ、事件に関わっていくのかな？まあ、それをやっていこうかなと思います。では、続ける。見た目を変える、髪を切る。いや、結局そうか、見た目を変えるってどういうことだ。そうか、髪切るのか。さあ、無事夜は明けたが、あら、こんなんあった？前回デストゥーって書いちゃうね。あ、いや、なんか、いや、ひどいことするなあ。れ、これ昨日の、あれ違う、昨日のじゃない。行くことすらできない。ああ、なるほど。近隣を調べて、今回髪を切るっていうのがね、サイバーワイルド、ワイルドライフか。白くもね、アンドロイド動物園。はあ、もうとうとう動物まで。あ、確かにあれだね、ライオンのところの頭にアンドロイドのマークが。うわ、すっげえなー。アンドロイドがいない国、カナダ。へえ。まあでも非推奨国もやっぱあるだろうね。アンドロイド法、ああ、いや、やっぱこういう国もやっぱあるだろうね。いやいやいや、こんなところにハサミって。切るのか、髪。あら、長くていい感じの髪だったのに。まあでも変装するには仕方ないね。あ、短くなった。髪の色は金、白、黒。ああ、あ、なんか、うん、なんか顔的に黒の方がいい気がする。ちょっとね、金選びたい。ちなみにパッケージの色は金色でしたね、確かね。うわ、見事に撮ったなぁ。さあ、LED を取り除いた。だからこれで Android っていうのが分かるっていうのはちゃんと識別してるんだね。あとは、触った。入り口触るか一回、とりあえず。警官がエリアを巡回中。まあ昨日銃構えたからな。ってことは出方を間違えるとあかんね。そしたらアリスを起こして逃げますか。
リス。起きて、アリス。あれは夢じゃなかったの？いいえ。いいえ、夢じゃないの。気分はどう？寒い。これからどうするの？昨日出会ったアンドロイドが住所をくれたの。助けてくれるかもって。道路の向こう側に線路があるから駅は遠くないはず。歩く元気はある？行きましょう。さあ、ちょっとアリスの体調が気になるところだけど、やっぱ前回ぶっ放しといた方が良かったかな。本物の人みたいだよ。さて、どっちから出る？やっぱそっち出れないか。これ出るタイミング間違えたらバレるよね。あれ？警察が追ってきた。助かった。行っていいぞ。ここで重なるか。目撃情報がないか聞き込みさせてる。よし、何かあったら知らせろ。あれどうすんだ？どうしたもんかね。やばい、悪事がバレる。2時半ね。通りかかったバスに乗って終点まで降りなかった。恐怖に駆られたことによる突発的な行動。アンドロイドが恐怖だと？変異体ですよ。感情に圧倒されると理不尽な決断をするんです。それで一体どこにいるんだ？まだ近くにいるのか。計画もなく行くあてもない。かもな。電車の駅にたどり着く。警察に見つかるな。マジか。おお、はいはい。脅威の確認3056。赤やからね、意見からね。いや、パトロール19、俺フィールドで注意。あれ、あいつらだぞ。おい、止まれ警察。待て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 。すぐ見つかったね。いや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 、壁壁。あ、で、粉をぼかすの？マジか。あ、意外と引っかかる。さあ、まさかカール編でこうなるとは。意外と誤操作で一瞬で終わるね。いた、あそこだ。あそこ？あ、いた。よし、逃がそう。一瞬ね。撃つな！殺しちゃダメだ！やばいやばいやばい。焦る焦る焦る。やばいね。何してる？逃がすわけには。平気だ。どうせ反対側には行けない。僕は追いかけます。何してんだお前。死んじまうぞ。コーナー。このバカ野郎。おー、
おお丸あぶね、次上、いきなりこんなアクション要素いります？やばいやばいやばい、あ、コナー？おい、嘘だろ。じゃあ、コナーさん3代目突入ですね。マジか、今の会ってないかタイミング。大丈夫アリス、いやーバレるの早かった。あ、一台車が。待て待て待て、コナーがもう、コナーがさ、もう3代目なんだけどソフトウェアの異常出てたしね、あれ絶対やばいでしょ。コナーがカーラを追跡、だからこの時点で、あ、出発点でそもそも変わってくるのか。あ、手がかりなしでずーっと行って外に出て、ここまで変化ないってことだよね。外出ました、バレずに行けばそのまま電車で行けたのかな、もしかして。でも追っかけられて追っかけられて、で最後3択出てきて、反対側に到達したコナーは大変なことになった。では両者とも生き残った場合もあるし、両者ともダメになる場合があると。はあ、バレるの早かったね。いや、警官な、信号変わるかなと思って、思ったより変わらなかったね。まあいいや、頑張って次行きましょう。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、犯罪捜査を担当する許可がアンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでジェリコに向かいますか。まあ若干コナーがね、巻き添え食らって車に轢かれてしまったんでね、ちょっとそれだけ心残りですが、まあまあまあ、やつは生き返るから大丈夫。ただまたアマンダさんに怒られるんやろうね。ん？いや、これか。まずは、R に長押しで、何かしら、あーは、いや、遠すぎるか、見つけきれなかっただけか。あったあった。さあ、手がかり更新。まあ、これは本当はアンドロイドだけって感じもするね。ああ、そのマークを見つけろと。ちなみに、ライオンか何かか。まあ、結構先だろうね。そうね、ちょっとね、内心ちょっとね、後悔はしてますが、引かれたことに対してね。
アンドロイドオンリーね。なるほど。いや全然俺健康的に階段で行こうよぐらいの感覚だったんだけど。さあ目の前にあるね。そう見渡す限りは特には。ジェリコはどこにあるんだ。知らない。まあそりゃそうやね、普通のアンドロイドが話せるわけないね。どこ行った。右あった。いやでも2つあるか。あった。さあ次、次のギラヒーは壁か。花屋、花屋といえば今言えば FF7 やね。外壁塗装。あれこれもしかしてさっきカールたちがいたところの近く。あーこっちはないよってことか。エリア外だね。あ、あったあった。特に探せるものはないね。これだね。しかも2つある。2つか。あった普通に見つけた。さあ手がかり更新。ロボットの頭。でもこういう感じだろうね。すまんな。この先行ったらもう話が進みそうな感じがするけど、いいのかな。はいはい。さあ侵入した。これか。さあ今回は3つに、あはいはい。さあちょっとどけて。わざとらしい。次は壁。あったあったあった。意外とすぐそこに。さあ一つ目。上に登る方法を探す。上がるのか。あ、はいはい。さあ引いて引いて。あ、もう登れるの。おお。さすが。で、2つ目。ん？3つ目あるか。あった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 。3つ目発見。
さあね、マーカスもちょっとジェリコに向かうのは分かるけど、他の二人が心配で心配で。アクションか。はい、予測。あれで、あー、ルート検証できるんだ。あはーんやね。そりゃそうだよね。そうなってくると、あ、壁か。こう？おー、かっちょいいね。さあ、ルート解放。パルクールやん。いいね、パルクールいいね。横文字か。あ、もうすぐそこやね。あと一つ、あ、適当に見つけてしまった。さあ、三つ。室内に入る感じだね。あそこか。予測。そうだよね。もうルートが見つけれるわけだもんね。あはーやね。さーて。まあ、こうしかないよね。こっち？こっちなの？これは？あ、へー。なんで正面はダメな、正面はダメ？あ、逆に落ちるんだ。手前がないからね。はあ。はい、計算。ちょっとね、最後のドヤ顔感がね、ドヤ顔感がちょっと気になるけど。すごいね。振り向きまで再現というね。さあ奥行きますか。なんかね、こうマーカスの時なんかホラーテイストが強い気がするんだよね。あ、はい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 。はいはい、あれ、あれ系、あれ系、名前でございます。ニーヤ系。この角度はね。はい、オッケー。さあ、さらに瓦礫の奥へと。いいなぁ、あれぐらいのなんかこう運動神経って欲しいな。パルクール系はしたかったもんなぁ、運動ね、さすがに。なんか引っかかる。さすがにこっちではないか。今なんかいたね、しれっとね。そうか、力をつけて。てか他のアンドロイドも何体か来てる感じだね、これだとね。さあ取り除く。なんかこういう板を避けたり置き上げたりはバイオっぽいね。 RE2 のしすぎかなと思うけど。さあ通り抜けて、そう階段登っていこうか。あー、また外出たね。
船か。排気船ね。はあ、よく考えたな。うっそ、危な、今落ちたかと思った。んじゃあ他探すか。これっぽい気もしたけど、こっちから、いや、ジャンプあるか。じゃん。でもどっから行くんだろう。なんかそんな行けそうな通路あるっけって感じなんだけど。なんもないのか。あー、あれを使うのか。いや、やっべえなー、これ。この高さだよ。うわー、嫌だな。しかも足元抜けてるからね、風がね。これやばいやろな、振動。いや、前見れないっていう恐怖もね。あ、もうちょいね。よし。おー。え、ジャンプすんの？水の中大丈夫なの？そもそも。いや、ジャンプっていうか落ちただけだよね。さ、使おう。まあでもアンドロイドやから大丈夫な感じか。そもそもロボットが水に濡れてもっていうのがすごいよね。大丈夫っていうのがね。そうだよ、カールの時何も思わんかったけど、あの水に濡れてるっていうのを考えると、雨でね、耐えてるっていう時点ですごいよね。さあ、モアカスの時にはまだ一切武器は出てないけど、あ、ライトだね。拾う。あーるあるある、サバイバル用の、こういう、振って充電するやつね。あー、あるねー。でね、この持ち方がね、武器になるから結構この持ち方大事なのよ。開ける感じか。いや、そこも開けれる。どっちだ。先に手前開けようか。そもそも開かない可能性があるからね。開かないね。速攻フラグ回収。じゃあ次、じゃあこっちが開くか。さあさあ、開くか。いや、開かない。錆びついてるか。じゃあこっちは。いや、開かないか。これは見る、ここだけ見るなの。まあ、すでに開いてたと言うべきか。アンドロイドが逃亡。あ、もうこの雑誌に常に更新されてるってことか。さあ、カーラが、だね。アンドロイド逃走により、カムデン地区大混乱と、道路封鎖や何十回にも及ぶ聞き込みに凶悪犯罪や捜索が行われたと。逃亡犯の逃走劇が目撃された。いつもとは違う容疑者はアンドロイドだ。はあ。高速道路を横断するなどの強行手段で警察の手を振り切ったと。あ、振り切れたね。アンドロイドが死亡。すまんこな。やっちまったね。何が起こったのか不明のまま。今のこの
この瞬間、地元の新聞記者が事件を調査中。そうだね、僕の操作ミスにより、コナーが引かれちゃいましたね。あー、そっか、アンドロイドがこうね、宇宙の開発もいけるわけか。いや、すごいよね。さあ、ここはこれだけっぽいっすね。そっか、これで角度変えればいいのか。え、逆、こっちはね。通れない。あ、こっちか。おお！はい、今の心臓いて。あー、久しぶり心臓キュッてなったよ。マジか。いや、マーカス編ちょっと要注意やな。マジで。あの野郎見つけたら引っ叩いてやる。まあでも相手からしたら侵入者か、こっちが。あら、崩れた。開かないっていうことは、こっちに逃げたな。ん？あ、いけたいけた。ほい。さあ、隠れたか。さあ、船を探索する。このきしむ音なかなかだよね。こういうところのね。お、やべ。あ、無事っぽいね。まあ、人間やったら背骨にやられてるね、確実に。いや、さすがアンドロイド。ジェリコへようこそ。さあ、ジェリコ到着。ああ、じゃああれ何、カールの時になんか出てきた人だね。はあ。そうか。じゃあ、味方をずっと探してうろうろしてたっていうことか。うん。よしよし。いや、てか、あの、出てくるのは卑怯やな。マジ、久しぶりに心臓がキュッてなったよ。いやー。まあ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 、ちょっとね、ライブ配信はまた引き続きやりますが、動画の方は一旦ここまでというふうにしましょうか。キリがいいんでね。次回。カールかコナ、なんかコナー編っぽい気がするな。なんかサイクル的にね。そんな気がしますが、コナー編、まあ、次回か。楽しみにしていただければと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、また。